均等シーンは、大韓民国、軽喜道東津川市出身の元サッカー選手、元韓国代表。現役時代のポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。2014年、ムアントニーユナイテッド FC へ移籍した。2016年、ソウルイーランド FC へ移籍した。2016年12月28日、香港のスグルシへ移籍した。2019年7月24日、 現役を引退し、すぐるしのアシスタントコーチに就任した。2000年1月にプロデビュー。韓国ユース代表を経て、2004年のアテネオリンピックで活躍し、翌年の2003年12月とアジア選手権で韓国 A 代表デビューを飾る。2006FIFA フフワールドカップ終了後に、この大会で韓国代表チームの指揮を取ったディック・アドフォカートによって、 ロシアの FC ゼニとサンクトペテルブルクに引き抜かれた。その後2009年10月の韓国代表の合宿中にストレス性疾患で失神し、離脱を余儀なくされ、翌年1月にチームとの契約を解除。その後、フルス FC ソウルほか J リーグを含むいくつかのチームと話があったが、2010年2月にアテネオリンピック時代の指揮官、 金光羊猿監督率いるウルサン現代 FC と契約を結んだ。左サイドでのプレーを得意とするほか、ボランチとしてもプレーできる。クロスボールや後方からのロングフィードで攻撃を演出する。プレイスタイルが似ていることから代表の先輩である金南一としばしば比較される。ありがとうございます。